ます。さあ、松岡さんからは、まあ、大沢コーチ含めて羽生を止めているという話、ただ本人の決意は固いというリポートも入りました。リチャード・ドーンブッシュです。アメリカの23歳ドーンブッシュ、イギリスのバンドコールドプレイ、イエロー。この人も冒頭は4回転。トーループの4回転です。着氷しました。トリプルアクセル、きれいに降りましたね。素晴らしいスタートを切っています。トリプルルッツ、両手が上に上がってましたね。この盛り上がりをうまく使ったステップシークエンスですよね。はい、キャメルスピンです。グランプリシリーズ参戦4年目、初めての表彰台へ。トリプルアクセル、トリプルトーループのコンビネーション、もう後半ですよね。演技後半、基礎点は 1.1 倍。ここまでミスはありません。トリプル、トリプルルッツだったんですけどね。世界的な大ヒット、ビバラビーダに曲は変わりました。足換えシットスピンですが、途中にジャンプを入れましたね。上海のお客さんの手拍子が、トリプルフリップ、ドーンブッシュに力を与えます。ダブルループになりました。少し後半苦しくなってきたか。ダブルサルト、クラマ2回転、
ビネーションスピンは司会ですね。前半の素晴らしいジャンプから一つの転倒をきっかけに乱れてしまったドーン・ブッシュです。トリプルアクセルのコンビネーション決めたところまでこのまま行くかなって感じだったんですけどね、一つの転倒で少しリズムが乱れてしまったか。ただまあ前半のジャンプ4回転を含めて素晴らしい出来でした。アメリカドーン・ブッシュの得点が出ます。ドーン・ブッシュのフリーの得点です。 149.50 です。ここでトータル 226.73。 このドーン・ブッシュやはり前半の素晴らしいジャンプの得点が効きました。ドーン・ブッシュがトップに立ちました。